11月30日に滋賀県大津市で開催された第8回全日本テコンドー選手権大会西日本地区大会に出場した別集会代表瀬戸丸隆さんが12月26日大会報告のため市役所を訪れました。瀬戸丸さんはこの大会で男子マイナス63キロ級で3位入賞となり、平成27年3月22日開催予定の第8回全日本テコンドー選手権大会に出場を決めました。瀬戸丸さんは大学時代からテコンドーを学び、2012年に土井町にテコンドー道場練習会を設立、2014年には愛媛県テコンドー協会の理事となり、愛媛県を代表する選手の一人となっています。12月21日ですね、愛媛オープンテコンドー選手権大会で全日本選手権入賞者と試合をしたんですけど、3人と試合しまして、リーグ戦で、レベルの差というのは、今回僕全日本選手権初めて出るのでレベルの差痛感しているんですけれども、それをあと3ヶ月でできる限り埋めて一勝でも多く勝ち上がりたいと思ってますんで、はい、頑張ります。よろしくお願いします。全日本選手権での瀬戸丸さんの一層の活躍が期待されます。